はい、皆さん再びこんにちはというか、もうだんだん夕方になってきました。こんばんはですよね。それではですね、今5人の PM の方の発表をお聞きいたしましたけれど、ここからですね、ここに座っておられるムーンショットアドバイザーの黒田有沙さんと、その5人の PM の対決ということで私が行事というか審判をするという立場で、基本的に進めていきたいと思います。それでその黒田有沙さん、先ほどが、なかなか厳しい質問しておられましたけれど、少しですね、黒田さんのちょっと私の方から、黒田さんってどういう人かということを質問したいと思いますので、ちょっと自己紹介していただけますか。ありがとうございます。はい、宇宙タレントという肩書きも最近あるんですけれども、はい、活動しております黒田有沙と申します。私はですね、テレビだったりラジオだったり YouTube だったりで、宇宙だったりあと科学の魅力をお届けするという仕事を多くさせていただいております。で、最近ですね、13年ぶりに JAXA の宇宙飛行士選抜試験が行われていて、今選抜の真っただ中なんですけれども、私もずっと公言していた JAXA 宇宙飛行士に、なりたいということでですね、受けたんですけれども、ちょっとゼロ G 選抜でですね、あえなく離脱してしまったという現状でですね、今ちょっと人生の迷い子状態という感じでおります。で、宇宙だったり、科学もですね、昔から大好きだったので、引き続きですね、ちょっと難しいお話をこうちょっと分かりやすく楽しくお伝えするということをですね、積み重ねていきたいなと思っておりますということで、どうぞよろしくお願いいたします。いや、JAXA ゼロ時でおっしゃられたということですけど、まだまだ100歳まで元気で何回でもまだ挑戦しますのでそうですね、はい、そういう感じでね、今日のお話聞かれて、この MS7 のムーンショットの、ちょっと印象どうですかね。そうですね、やっぱり難しかったです、正直。はい、まず今日を迎えるにあたって前回のシンポジウムの動画とかをそれぞれ3から5回ずつ見て、ようやくなんとなくこういうことなのかしらって思って理解できるっていうような状態で、でもやっぱりこうなんて言うんでしょう、人体についてこんなに深くまで分かってきてるんだなっていう、だからそれと、テクノロジーによって本当に実現できそうだなっていうことは感じております。そうですか、素晴らしいですね。何回も聞かれた、じゃあ私よりもよく理解したら、はい、じゃあその黒田さんにですね、PD になり代わってここにおる、PM の人にですね、はい、まず、最初の質問、はい、どうでしょうか。そうですね、このムーンショットの プロジェクトってやっぱりまだ一般の方にはそこまで広くみんながムーンショットやってるよねっていう感じではない気がしていて、でもものすごくここに採択されたことってすごいことだと思うんですね。あまたある、いろんな研究から採択された、その時の心境というか心境を教えていただきたいのと、そのプロジェクトを率いるプロジェクトマネージャーにご自身がなられているということのなんか心境もお伺いしたいと思います。ということはそうですけど、じゃあどなたか私最初にしゃべりたいと言いますかいない、いなければじゃあこっちから行きますかこっちから順番に行きますか。はい、阿部でございます。ひょんなところから、薬の開発を始めたんですが、僕普段は臨床しているので薬の開発ってお金かかりますよね。はい、大体その大手さんが300億で5年かけたりするものを、僕らはエイメドの支援でまだ4億とかしか使ってなかった、残りは睡眠を削ったりですね、そういうのでこうやってたわけなので、でも実際我々ってアピールしてしないとこうお金が来ないので、ある人、はっきり言えばその、首つながったかなというか、その患者さんに届ける薬を作るのになんとか間に合うかもしれないなっていう
まあ、安堵感と逆に額が大きいのでそれにうまくいかなかったどうしようという不安が混じってるんだけども、そういった意味ではその、なんとかこう言ったからにはやらなきゃいけないかなっていうところまで、まあ、初めてここに選ばれた時には思った感じかなと思います。ありがとうございます。じゃあ元気な人。はい、ありがとうございます。まあ、私はそうですね、ムーンショットを拾っていて、私が今回のこのプログラムに申請した、そもそも申請したのがこれもう明らかに周りの先生方とはちょっと格が違う格下の人間なので、そもそも申請したのはこれ名前がムーンショットだったからなんですよね。自分自身がもともと取り組んできたこと、取り組んでること自体はまあ、やっぱりムーンショットと呼ぶような感じの話なんじゃないかなと思ったんで申請したら採用していただけたので、あ、それは非常に良かったというのが1点で、ただ皮膚にしても毛にしてもそうなんですけど、本質的にその一番大事なところが当たるまではゼロなんですよね。その当たったぞっていうところまではゼロで、当たった後に1が始まるので、はい、今回の話通った時も大丈夫かながかなり先に来て、その私この手足の話に関しては、はい、まあ、全くやったことないところから申請を出して採用だったんで、初めて1月とか2月でこれはダメだになった時にどうしようって思ってたんですね。でだ、そういう意味から言うと、まあ、今1年経って、まあ、やれると、その行くか行かないか、1位になるかどうかは分かんないですけど、十分やるべき価値のあるトライアンドエラーを繰り返せてるっていうのが、まあ今良かったかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。実はですね、彼のプロジェクトというのは今日あんまり強調されなかったけど、その手足がまた生えてくるという話で、もうこれ江戸時代の人にとってみたら、これはもうね、江戸時代の人にとってみたらもうなんかあいつアホかと、じゃあ嘘つきだったけど、まあ、これは一応今令和ですから、我々彼採用するのもちょっと責任問題があるので、だいぶ躊躇したんですけど、まあ、頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてよろしいでしょうか。はい、本当に採択していただいたときはもう気持ちを言えばもう本当単純に嬉しかったですね。我々がずっとやりたいと思ってきた研究をこれからも続けれるという意味では本当にすごく嬉しかったのことを覚えています。ただそれと同時にですね、これも非常に本当に先ほど栗田先生おっしゃったように大丈夫なのかなという気持ちもすごく大きかったですね、大きいですね今でも。単純に100歳まで健康寿命を伸ばすといってもですね、これ非常にハードルはものすごく高くて、いろいろな、まあ、これからも壁が出てくるっていうのはもう明らかですので、本当にそれを我々だけで乗り越えられていけるのかどうか、非常に強いストレスを感じています今でも。でやはり大きなお金をいただいておりますので、やはり実現するという、まあ、ことをやはり強く決心してですね、やっぱり進めていかないとモチベーションとして維持できないというぐらい思っていますので、本当に実現したいというふうに頑張っていきたいと思っています。ただそのためにやはり裾野を広げるということと、もう一つやっぱり裾野を広げるだけじゃなくて、あるところ高く伸ばすという、その2つのやはりことを同時に進行していかないといけないというふうに、まあ、プロジェクトとして思っていて、まあ、それをプロジェクトマネージャーとしてやはり一つのチームをやっぱりそういう方向でやっていくというのは、まあ、非常に難しいなというふうに今現実には考えていて、まあ、なんとか、来年再来年にはそういう方向で同方がですね高くし、かつ裾野を広げるようなそういうプロジェクト研究ができていったらいいなというふうに今思っています。以上です。有沙さんどうですか今のコメント。いや本当に、いや強いストレスを感じていらっしゃるというのが、ね、ストレスってなんか自己細胞を刺激しちゃうって聞いたので、なんかあんまり感じていただきたくないなと思いつつ、でも、いやストレス感じてるのは私の方で失礼いたしました。いつもストレスかけていた先生は中西さんは、ね、自分で研究してるけど、私やってないもんだから、自分でできないからストレスばっかりでストレスで私の細胞、体の中に老化細胞がどんどん増えてきそうなんですよね。そんなどうぞ。いやでもね、本当に皆さん、ね、
やでもムーンショットですから、ムーンショットってね、あのむしろその実現不可能なことかもしれないけれども、それを見定めることで、どんどんねその過程を積んでいくということですから、あの楽しんでトライ&エラーをしていただけるような環境が、ね、できればいいなと思ってます。そうですね、はい、ムーンショットですかね。ただ江戸時代のムーンショットじゃなくて江戸時代に月に行くんじゃなくて令和の時代に月に行くんだから、夢物語じゃダメですね、あの2040年よろしく、はい、それでは村上先生お願いします。ありがとうございます。そうですね、まあ、もちろんその採択になった時はもうめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、その同時に中西先生も言われましたようにストレスというか責任は非常に感じました。まあ、結果を出さなきゃダメだし、まあ、ある程度きっちり実現臨床に応用させなきゃダメだっていうことを。じゃあ今村上 PM の体の中で微小炎症だらけですか？いや、私はちゃんとジムなどに行って抜いてるかもしれません。じゃあストレスかかっとらんじゃん。いや、はい、かけないように努力はしてるんですけど、そうですね。で、今実際にその採択前 の私の研究っていうのは軸足がマウスの研究にかなり向いていたんですけども、これを採択していただいて、北大病院を中心に臨床の先生方とかなり幅広くやらせていただいて、人の免疫学あるいは人の炎症学というものに軸足が移っているということになっております。で、まあ、それは取りも直さず非常に私自身も楽しいことなんですけれども、その臨床にすごい患者さんのためということが非常に直結するようなプロジェクトということで、今後もなんとかその微小炎症を超高感度に検出して、まあ、神経でなんとか治したい、そういう医療を日本に持っていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。はい、じゃあ次柳沢 PM お願いしますか。ありがとうございます。まあ、採択していただいた時はですね、我々のグループがというよりもこの睡眠の研究という分野が、まあ、少し認めていただいたのかなっていうのが一番嬉しかったところですね。まあ、睡眠って何て言うんでしょう、一般 の専門家でない方々の日々の行動なので、非常にこうそういう何て言うんでしょうね、関心の強い分野でありながら、実は日本は最先端の研究結構頑張ってるんですね、国際的にも。にもかかわらず、まあ、あんまりこう顧みられてない、神経科学の一分野としての睡眠学ってあんまり鑑みられてなかったのが、まあ、認めていただいたのかなっていうことで、少しそういう意味で安心したというか嬉しかったということはあります。まあ、あとはですね、これまあ、これちょっと愚痴になっちゃうんですけど、日本の今の本当に研究費って継続性がないんですよね。私どももその IISS という睡眠研究機構を作らせていただいたんだけど、その機構形成の費用ですら10年で切れる。で、切れたところでムーンショットが入れてあげたんで、まだ続けられるんですけど、ムーンショットも2040年を目標と言っていながら、そこまでは続かないですよね。最長10年ということになってるんで。あ、そうなんですか？そうなんですよ。ね、これは今ちょうど A メドの理事長が来ておられますので、はい、ぜひ、いや、2040年ってなってるんですけどね。なってますよね。今のところ予算が保証されてるのは5年なんですよ。5年？あ、そうなんですか。ここは A メドの理事長に頑張ってた。今のは継続する。いや A メドの理事長に頑張って政府を動かしていただくと。じゃあ成果が出せれば。いや、そのためには成果を出さないといけないんです。はい、そしたらまた、予算がまた5年だとか、保証はないんですけど、でも成果が出ないと続かないですよね。そうす、もし成果が出たら A メドの理事長が頑張って、内閣府に談判すると。
へー、そうなんですか。もちろん A メトロの理事長が財布を持っておられるわけじゃないはい、あ、そういう世界なんですね。あ、そうですか。いや、やっぱり継続性が問題なんですね。あの、日本はあの短期的にこうやるんだけど、もっと10年とか20年とか長期的な戦略で研究費が出てない。ちょっと今日の話がそれにこんなこと言ってたらまた時間が1時間も2時間もかかるんで、ちょっとはい、ということで何か追加で柳澤さんに言うことないですか頑張ってくださいいやでも本当にあの睡眠の問題、あの質問って多分皆さんそれぞれなんか柳澤先生に質問したいんじゃないかな感がありましたよね。それぐらいの関心の高い分野だと思うので、あの、まあ、島民も含めてですけれども、もっともっとあのメカニズムというか分かっていってほしいなと思っております。本当にあの、ね、おっしゃる通り、あの柳澤さん PM が説明されたけど、本当にあの睡眠って、あの睡眠時間が短いと寿命が縮まるし、レム睡眠とか質が悪いとね、うつ病とか認知症になるという、でそういう事実も厳然としてあるのにあるし、大体こう年取ってくると本当に眠れなくなって、私ももう本当に不眠というかね、もうなんとか柳澤さんPM に早く何とかしてくれと言ったところなんですけれどこれ本当に深刻な問題ですね。ぜひこのムーンショットで、あの睡眠のメカニズム、まあ、冬眠中のはちょっとなんかかけ離れてて、まあもちろんね、あの宇宙旅行とか火星に行くとか、あるいは木星に行くとかになったら冬眠も大事かもしれませんけど、あのぜひその睡眠の制御というのはね、頑張っていただきたいと思いますよね。はい、ということで皆さん、まず最初の気持ちをお聞きしてですね、まあ、ぜひその初心を貫徹して最初の感動を忘れないように、だんだんあの忘れていってしまわないようにしてくださいね。それでですね、まあ、あの今日お聞きされたように、まあ、このプロジェクトは、まあ、100歳でも健康に生きられる医療の実現に向けてということで、まあ、各 PM みんなそれぞれの立場が違うんだけど、まあ、そういう目標に向かった研究をしておられます。まあ、我々そのあの選択するときもそういうことに見合うような、しかもムーンショットらしいものをまあ選んできたわけです。されどですね、まあ、この5人の方を聞いてると、まあ、切り口はやっぱりちゃうんですね。私最初に言ったように、まあ、あの100歳まで生きるためにいろんな加齢に伴う疾患は慢性炎症が非常に重要だから、ここを制御しなければならないと。だからここを制御すれば、まあ、中西 PM が言ったようにその個別医療じゃなくて、ね、あのもう全ての病気が治るという、まあ、そういう、まあ、野心的なこともあるんですけれど、まあ、切り口はちょっと違って、まあ安倍 PM は例えばミトコンドリアから攻めていって、あるいは中西 PM は老化細胞から染めていく、まあ、この2つともどちらかといえば炎症を誘導するような種なんですよね。で村上 PM はその起こった炎症をこう早く量子化学技術とかそういうのを見つけて、それをまあニューロモデュレーションというような、まあ、ちょっと聞き慣れない言葉で、まあ、これは針とかあのお灸とかね、まあ、東洋医学が全てそうじゃないかもしれないけど、まあ、そういうことにちょっと似てますよね。あの神経刺激してどうのこうの、まあ、そういうものをもっと科学的にやるという、まあ、どちらかといえば起こった炎症を摘み取るというような感じですね。で柳澤さんはもうあの睡眠ということで、これはもう彼本当に国際的なトップで、先ほどこんだけ日本はやってんのに認められないとちょっと愚痴っておられましたけど、本当は素晴らしい、まあ、ノーベル賞級の人なんですけどあの、柳澤さんはあの、まあ、睡眠ということでやっておられるし、それは病気と関係する、で多分慢性炎症とも私は関係すると思います。で栗田さんがちょっとちゃうんですよね違うんだけれど、まあ、これは若返りという、まあ手足が生えてくるというのは、まあ、彼幼児化現象と言ってましたけど若返りなんですね。でこれは、まあ、いろんなところで本当に戦争で手足がなくなった人にも応用できるし、あるいは褥瘡とかね、そういうのにも応用できるということで若返りと、まあ、そういう意味でちょっと中西 PM が最後にリプログラミングと、体全体で、まあ、リプログラミングするという、そこは共通点があって、だから栗田 PM と中西 PM の最後のリプログラミングというのは若返らすということで、ちょっとねこの大きく言えば2つ半違うんです。1つは老化、
老化をなんとか、まあ、慢性炎症とかそういう睡眠とかいろんなことで抑制するということと、もっと積極的に若返らすということで根本的に違うところがあると思う、まあ、そういう中なんだけど、ちょっとね私の方が質問したいのは、まあ、皆さん PM 講演の時にいろいろ言われたんだけど、もう一回ね、特にこの1年半でここはすごく進捗したから次にこうつながりますってこと、一言ずつどうです、言っていただければ。あのいっぱい言われたんだけど、目玉、この1年半の目玉、あ、安倍 PM どうでしょうか。またこっちからいきます。はい、まあ、陳腐ではございますが、やはりその薬ってやっぱりいくら頑張ってもやっぱ薬、うん、治療法がないと診断しても、うん、ならないと。私たちの薬がまあそのものになるかどうかは別としましても、動物実験から猿犬経て安全性をクリアし、まあ、人に初めて投与することになったっていうのは、本当にその製薬会社さんができなくなったことを、まあ、できたかもしれないと。ただそこ先にもまたどんどん落とし穴があって、あのうまくいくかどうかわからなくて来年あたりこう消えてるかもしれないというような危険性もはらんでいるんだけども、そういった意味ではその、まあ、介入するためのツール、診断したら介入するっていうところのところができたというのが一つの今年のプログラスかなと私は思っています。まあ、私たちの仕事自体はあの0から1を作る、とにかく手を生やすというところに集中しているので、まあ、それまでなかったモデルをちゃんと作って、でしっかりとした形、強力な介入を持ってトライアンドエラーをスタートしているということが、まあ、一番大きな事実かなと。で先ほどお話したように、ただ0を1にする分0のうちは0なんで、今正直なところ言ってしまえば0なんですけど、でもそれ自体はひょっとすると、まあ、一月後にはもう完全に生えていってもおかしくない状態を常に続けていると。その昔、まあ、しばらく経ってもすんませんって言ってる可能性はあるんですけど、でもまあ、 あのシステムが完全に動いているというふうに判断できることは大きいと思います。はい、じゃあ中西 PM。 はい、ありがとうございます。あのこの1年間、まあ、いろんな形で研究を進めてきましたけれども、一番自分の中で大きなあの進展だったなと思うのは、あの老化細胞がどんなものかっていうのが僕の中でかなり分かってきたっていうのが非常に大きいと思います。で、まあ、あのいろいろ覗く技術として、例えば自分の免疫を使うとか、あるいはまあ先ほどあの平野先生からお話しあったように、まあ、部分的に若返らせるとか、そういういろんな方法あのできてきているんですけれども、まあ、一番あのやはり私にとって大きかったのは相手が見えてきたというところが非常に大きいかなと思います。この、 あのプロジェクトが始まるまでは相手が全くどんなものなのかよくつかめてなかったというふうに思っていますので、そういう意味であの見えてきたのがかなり大きいかなというふうに思っています。はい、じゃあ村上 PM。 はい、そうですね、今年一番大きかったのはその量子技術等の私自身の理解がかなり進みました。ダイヤモンドセンサー自体があの理解せんと応募したんですか。いや、理解はしてたんです理解はしてたんですけど、なんでそれを言ったかというと、北海道大学にその自由に使える今顕微鏡ができたので、かなりその感度あるいは問題点等も随分分かるようになったということがあります。で、あとあの新型コロナウイルスなどで AI ナノポアも使わせていただいてたんですけど、あれもかなりその表面こうそのあすいませんなんか専門的なんですが、その表面の形状、いや特に進捗したところ、そうですね、うん、それがだからまずあって、あともう一点はそのニューロモジュレーションの方で臨床研究を始めて、そのかなり効くということが分かってきました。でそれがあの驚きで来年につながるかと思ってます。じゃあ柳沢 PM どうぞ。はい、あの、まあ、睡眠に限らず神経科学の一つのチャレンジ、大きな意味でのチャレンジっていうのはこの神経回路ですね、その複数の多数の神経細胞が織りなす、まあ、電気回路のようなものですけど、神経回路レベルの話と一つ一つの神経細胞の中での分子レベルの情報伝達、これがあんま結びついてないんですよね。で眠気という場においてとか、レム睡眠とノンレムの切り替えという場において、そういうのがちょっとつながり始めたかなっていうのがこの
1年半ぐらいの大きな進展で、まあ、いくつか論文もすでに出たりこれから出たりしますし、そこですかね。あと社会実装という意味では、今日もちょっとご紹介したその在宅で睡眠ノウハウを誰でも測れるっていうのが完全に、まあ、事業としてですね、もう発信して、あとこれをどうやって広げていくかっていうフェーズに入ったっていうところだと思います。はい、どうもありがとうございます。まあ、いろいろこう まだわずか1年半ですけど、何らかのこう進捗がね、それぞれ社会実装ですとか臨床フェーズに入ったとか、老化細胞が、老化細胞の専門家がこんな言うのびっくりしましたけど、なんか見えてきたとかということで、次の2年目に楽しみにしております。ということで、どうでしょうか、今のを聞いて今後のこととか未来のこととか、なんか厳しいこと聞いてくださいそうですね、いや、この1年でそんなに進んだんだっていうか、そんなに理解が深まったことっていうのがすごいなと思って、それが騙されたらダメですよ、本当に進んだのか突っ込んで聞いたいやいやいや、でも、うん、なんかそういうムーンショットと打ち出すことで進んだことが確実にあるっていうことがすごく嬉しいし頼もしいなと感じています。はい、なんか他にないでしょうか、未来とか。未来、いや、確かにおっしゃるように、こういう大型の予算が入って、プロジェクトを応募すると研究者の側から立つとですね、自分はこういうことをずっと研究してたけれど、じゃあそういう予算があってチームが組めるんだったらどういう、まあ、連携ができてとかいう、改めてもう一回考えるんですね。普段は自分の、人によってみんな柳澤さんみたいにいろいろしてる人は別だけど、こう集中してたが、こういうのあると考えて、もう一回日本全体見渡してこういうことをやるためにはどういうしたいと考える、そこがやっぱり一つステップアップする、それのいいところですね、こういう研究費を出すということは。これはもうエイメドの理事長に感謝しないといけないんですけど、そうすると応募した PM も応募するときに考えるじゃないですか、はい、自分の研究があってそれをもっと膨らまして、これでその結果がこの1年半で出てるんだと私は思ってるんですけど。はい、ありがとうございます。もちろん未来の話も聞きたいんですけれども、ムーンショットアンバサダーとしてはですね、やっぱりその先生方がユニークで面白くてなんか素敵だから、あ、なんかこの研究興味出たかもっていう、なんかそういうアプローチもなんかあっていいんじゃないかなと思っておりまして、一つ質問させていただきたいんですけど、こう今まで人類がやってきたこう発明とか発見とか、まあ、特に先生方はその生命人体とかにも関わられてますから、その生命がやった発明みたいなことで一番感動したり感化されていることって何なのかなっていうのをお伺いしたいんですね。で、これって結構このやっぱり2040年、まあ、割と長いですよまだ。だからやっぱ次世代の研究者の方も、ね、巻き込んでいくためには、なんかこう先生方が何がこうきっかけでこう感化されて今に至っているのかっていうのをすごい知りたいんです。なので教えてください。すごい質問ですね、やっぱり、はい、宇宙から宇宙的な質問どうですか、難しいですけど、どなたまず手を挙げる人私じゃない、はい、先陣を切っていただきたい、はい、安倍先生、はい、じゃあここからはフランクモードで、そのきっかけとしては、私今ミトコンドリアをやってますけど、別に今までミトコンドリアやってたわけじゃないと。でたまたま目の前の患者さんがミトコンドリア病だったけど何だろうなと思ってたと。で調べていくとそういうことが分かったと。で実際そのミトコンドリアは世の中が昔から分かっていたけどもよく分からんと、はい、目にも見えないし機能も分からないと。でただそのピーター・ミッチェルっていうね、昔そのミトコンドリアがどうやってエネルギーを作るかっていうのを開発発見した人がいてノーベル賞を取ったんだけど、その人はその誰も信じてくれなかった。でも自分で頑張って自分で私費で研究室を建てて最終的に大御所を打ち破ったのに20年かかったというような話があって、やっぱり一つは自分の力でやらないとネットで書いたものを読んだだけではわからないと、やってみなきゃわからないと。でもやっぱりお金は必要だと自分で頑張って紙書いて寝ながら書いて稼がないかんと、
そして最終的にはみんなが、ね、先生もそうかもしれないけどよくわからないしバカかもしれない話を自分で信じてやっていくしかないのかなという意味では、そのピーター・ミッチェルという人はそれを成し遂げたという意味では、その私たちの業界ではすごいかなと私は思います。だそうなれるかどうかは別ですよね、はい、と私は個人的に思ってます。はい、ありがとうございます。はい、柳沢先生お願いします。こういう質問って後になればなるほど難しくなると思う最初の方で話し合いたいんですけど、ハードル上がりますよね、はい、その黒田さんの質問の意図いまいち分かんなかったんですけど、まあ、僕があの研究者になろうと思ったのはガキの頃なんですね。もうすごい若い頃から研究者になりたいと思ってて、中学高校の時とか、まあ、一般向け の, あのブルーバックスみたいな、その科学を解説するようなものを読み漁ってたんですけど、はい、やっぱりその頃一番面白いと思ってたのは、あの黒田さんが宇宙タレントだから言うわけじゃないんですけど、本当にあの20世紀の当初ぐらいに起こった、まあ、特に物理学での革命ですよね。そのアインシュタインの相対性理論とか、はい、量子力学 の, あの発見とか、あの手のものを当然当時の私の能力できちんと理解、あの厳密な意味で理解できるわけはないんですけど、解説書を読んで すごいなと、あのやっぱり この世の中 の, その宇宙の原理を根本から説明できる理論を作るっていうのはすげえことだなっていうようなことを思ってたのは今でも覚えてます。自分の分野のね、その医学生物学というライフサイエンスという分野で特に医学寄りだと、やっぱり発見とか発明すげえなと思うのは単純ですけど、例えば抗生物質の発見とか麻酔 の, あの発明、はい、そういったものはやっぱり医学を本当に根本的に変えてるので、あの今日のね、あの平野先生の最初のスライドにもありましたけど、そういうのはやっぱりあのなんていうんですかね、全然スケールが違うすごいことだなとは思いますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごいですね。はい、じゃあ私栗田先生が、はい、いや、まあ、あの私もともと形成外科医を進路として選んでいることから考えても、明らかなように研究をそんなにやることになるというふうに全然思ってなかったんです。で、まあ、あのどっかでほらあの研究の教育とかを受けているわけでは全然ないので、だからそのいわゆるその発見と言われるようなもの知識が多いわけじゃないんですけど、やっぱりどんな発見がすごい発見かなって思うときに、それ自分が当たったら面白かったろうなみたいな、その瞬間のそれすごいいいよねみたいなのをやりたかったなって思うのが多分自分の好きな発見なんだと思うんですけど、でパッと本当に自分の限られた形成外科医としてのその今までやってきた研究の中で、そういう意味でエピソードを知ってるものとして非常にインパクトが強いのは、柳沢先生のそのエンドセリン1を発見したっていう、マウスが血の涙を流したように見えたっていう話は、そういうのはやっぱりいいよねってその結果が出てきた瞬間に、なんかわかんないけどとにかく勝ちが決まったぞみたいなのがはっきりするのが私は好きですね、はい、そういう意味では、なんか一個選べって言われたらその血の涙の話はやりたかったって思いますね、個性が出ますね、はい、そうですね、はい、はい、じゃ あの続いてあの、はい、あの最後になると結構きついかなと思いますこっそりあの、はい、あのまあ、僕もあの大学の医学部だったんですけど、入ってまああの研究はしたいなというふうにずっと思っていて、まあその頃から本当に老化には興味があったんですけれども、まあ自分の中でやっぱり一番インパクトがあって本当に研究者になろうと思った最大のその、まあこれ講義で習ったんですけど、僕あのワトソンクリックの DNA 二重らせんの発見ってすごいなと僕は今でも思っていて、それはなぜかというと、遺伝という非常に複雑で、かつあのそれまで本当に分かってなくて、なぜそれがあのDNA という物質によって、単純にこう規定されるのか、それが一つの構造を解いただけで全て評価したと、評価したと、これやっぱりすごいことだと僕思っていて、またそれが非常にシンプルな美しさがあると、で本当に科学の本質というのは本当にシンプルで美しいんだということが分かって、やっぱりその時に非常に感動した覚えがあって、まあ、本当に今自分でやっていることは非常に複雑で全然シンプルでもなくてあの綺麗でもないんですけれども、本当に将来なんか一個でもいいから、なんかそんなにシンプルでかつ綺麗 なんかこう
発見をしたいなというふうにずっと思っています。はい、はい、あ、私中市 PM と同じ、あのちょっと中身は違うけど同じです。 あのね、そのやっぱり DNA の二重らせんの発見がやっぱりすごいと思うんですね。なんですごいと思うか言うたら、その生命と物質の違いは何かといったときに、まあ、生命も物質も宇宙のかけらからできてて、もうそれこそ黒田さんの世界でできてるんだけど、同じものでできてるんだけど、何が根本的に違うか、まあ、いろんな観点があるかもしれない。一つはね、情報が伝達していくということですよ。これは物質にはないですよね。生命というのはウイルスとか、もうとにかく情報が伝達していくということが生命の本質だと思うんです。でそれで永遠の伝達があると、そのやってるのが DNA だという遺伝情報、これは すごいと。でそういう観点からするとね、我々やってるね、100年まで元気に生きるなんてちっぽけな話なんですよ。そういうレンジでいくとどうでもいいことですよね。あの人間が100歳まで生きようが、10年で死のうがね、あのそういう生命の40億年の延綿たる流れ、それはこの DNA という遺伝情報がつながっていたと私は思いますが、で最後一番難しい立場に立った、ありがとうございます。お願いします。そうですね、私自身はあのパッと研究やりたかったのはどうしてかなって考えた時に、昔あの偉人伝とかっていうのをたくさん読ませていただいたんですけど、その時にエジソンの話があって、それであの失敗を繰り返しながら、自分で道を切り開いていく、で、まあ、変人と思われてもやっていくみたいなところの話があるかなとは思いました。私自身はあのもともと北大の獣医学部の出身で、動物のお医者さんにもともとなろうとは思ってたんですけど、卒業研究がなかなかうまくいかずに、逆にそのまあもっとなんか非常にあの身の程知らずなんですが、レベルの高いところでやりたいとかと思ってしまいまして、大阪大学で IL-6 の研究をやらせていただいて、そこから炎症につながっています。ありがとうございます。ありがとうございます。何か付け加えることないですか。いやでもなんか本当皆さんのなんか個性がなんか溢れ出る感じがあって、はい、すごく聞かせていただいて面白かったです。はい、じゃあ、あの、まあ、皆さん今日はいろいろなことをいろんな観点を言われたんですけどね、皆さんの、まあ、プロジェクトを今後どんどん進めていくときに、どういうことが、まあ、それぞれ の PM によって違うかもしれないけど、あるいは全体としても何が問題になってくるか、まあ、それはね、あの研究自身のブレイクスルーもという観点から言っていただいてもいいし、例えば社会実装するときのことでもいいし、例えばここではどちらかといえば、まあ、ミトコンドリアを、まあ、MA5 なんかでやって病気を治すというという薬的な考え方もあるけど、どちらかといえば予防とか未病とか、まあ、睡眠の場合は、まあ、ちょっと薬という、まあ、そういう老化というのが果たして病気として扱われるのかとかね、まあ、いろんな問題があると思うんですよね。まあ、そういう社会的な問題でもいいし、研究のことでもいいけど、まあ、何かそのこういうことをやってて今後どういうことが大変になってくるんかなというようなことをもしあれば、あの全員でなくても手を挙げていただいてもいいですけど。じゃあ栗田先生。私は今が一番大変だと思ってます。ゼロかもしれないし本当に明日死んでしまうかも。私は絶対正解はどこかにあるし、生き物の体はそういうふうにできていると信じるだけのものもあるし、信じてはいるんですけど、ひょっとすると本当に何百年何千年経ってもできないことかもしれないですよね。だから分かんないです、私はここが一番こらえ時と思ってます。研究者としてのあれですね。はい、はい、どなたか ないですか。どうぞ。はい、あのプロジェクトを始めて、ま、始めて逆に悩んでいるところは、要するにその初めはプロジェクトってこの目標に合わせて紙書きますよね。こうやりますって書きました。でも実際やっていくとどん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 その情報も広がって人脈も広がって
やっていくので、またやりたいことが増えてくると。しかしそれをうまくどので取捨選択の中でどのようにこの到達していくかっていうのを、その自分の中で妄想がいっぱい出てくるから、それをどうまとめていって到達するかっていうのに自分はまあこう逆に悩んでいると。しかしそのアポロ13ってテレビあのビデオがありましたよね。でもあれはやっぱり月に行ったからには日本に戻さなきゃいけない、地球に戻さなきゃいけないから、その失敗を許されないっていうところと、自分がもっとやりたいなっていうところの、その狭間でね、やっぱりその研究者としてのと、あとプログラムマネージャーとしてのこの、ギャップを感じてるかなっていうところですかね。ああ、そうなんですね。はい。はい。他にはいかがでしょうか。じゃあ黒田さんに指名していただけますか。あ、じゃあはい、村上先生。ありがとうございます。今そうですね、今困っていることですよね。何がこう実現向けて課題になっていくか。今困っていることというよりは今後何か問題になるであろうと。ああ、分かりました。うん、そうですね、あの社会実装に向けた時にいろいろその知見とですね、阿部先生が今やられていると思うんですけど、そのような時にあの神経ニューロモジュレーション等は機器を自分で開発しなきゃダメで、そこに関して今いろいろ交渉はさせていただいてるんですけど、そこのあのやっぱり私自身も仕組みもわからないし、きっちり、そうあの多くの微小炎症を関与するような病気で応用していきたいので、そこが今少し困ってました。実際にそれが抜ければかなりいけるんじゃないかなとは思ってます。ありがとうございます。柳沢先生、あの先ほども会場からの質問に対して私ちらっと言いましたけど、睡眠の分野って本当に何て言うんでしょうかね、こう今すぐに適用できるようなノウハウ、まあ、それもそういうのを発信するのも一つの社会実装だと私は思うんですけど、それと最先端の研究のギャップが激しいんですよね。だからそこが、うん、どこまで経っても埋まらないなという実感があって、あのとても大変だと思います。あの本当にそういう在宅の脳波計測みたいのがね、本当に普及してもし行くことができればそのあたりが埋まる材料になるのかななんて思ってるんですけども、その部分っていうのは本当になんていうかこうボリュームの問題なんで、自分だけじゃコントロールできないというかですね、なんて言ったらいいんでしょう、私の今までやってきたテリトリーの外なので、そのあたりが感触がいまいちないっていうところがですね、あの難しいなって思ってる部分ですね。その、うん、あの、はい、日々の生活に応用できるようなことと最先端の研究のギャップを埋めたいです、なんとかして、はい、あ、なるほどですね、はい、中西先生。はい、私は先ほど自分 の, あ の, なんかあのご質問の回答の中でちょっと言ったと思うんですけれども、あのこういうなんかプロジェクト研究やっていて、なんかこう全体の裾野を広げるのと、ある部分をやっぱりこう社会実装させていくという、この2つを両立させるのが自分の中で非常に実は難しくて、今でもですけれども、実は私は何十年と本当に生命科学の基礎研究者として生きてきましたので、まあ、研究のフィールドの裾野を広げていったり、あるいは何か新しいこう切り口で何か見ていくというのは比較的自分の中で親和性があって多分やっていけるかなというふうには思っているんですけれども、ある部分それを社会に還元していく、あるいは、多くの人たちに役立つ技術として導出していくという、全く今までやったことのない能力がやっぱり求められていて、そこで本当に自分が両立してやっていけるのかということについてはずっと今でも自信がありませんし、本当にそれがでもできないとムーンショットのプロジェクトマネージャーとして通じないということもよく分かっていて、まあ、そこがもう今自分の一番の大きなジレンマになっています。いろいろですね、いろいろありますね。じゃあどうでしょうか、黒田さん、はい、何かもうこれはぜひここで聞いておきたいということはないでしょうか。そうですね、いや、まあ、たくさんあるんですけど、やっぱりその医療でその選択肢があるということが分かっていても、実際にそれを自分がこう受けるか、例えばお金の問題もあります、その痛みに耐えられるのかなとか、あと時間の問題もあると思うんですけど、なんかその
やっぱり最先端の医療っていうと、そのやっぱりお金もある人、そこに余裕がある人が選べるものなのかなと思ってしまうところもあって、そのなんて言うんでしょうね、一般化するっていう、みんながこう本当に健康不安がなくて100歳まで生きられるっていう、そこがまあ最もね、このムーンショットのゴールなのだとしたら、何が必要、まあ、それは、ね、あのいろんな社会の仕組みだったり、ね、日々6000歩歩いたらいいよっていうのを怠けちゃったりする自分とか、なんかいろんな問題がある中で何がネックになるのかなというか、なんか どうしましょうね、このふんわり投げちゃってるんですけど今なんか一般化するにはこうどうしたらいいんでしょうかね。それは多分ね、はい、正解はないと思いますけど、いろんな複合要因ですよね。まず簡単に言うことは、はい、確かに先端医療というのは費用本当に限られた先端だから、最初は費用もかかるし、例えば免疫治療とかがんの何とか言ったら何千万とか、場合によっては遺伝子治療なんかでいくと、それやったら必ず治るけど5億円とかいうね、うん、まあ、そういうのはありますよ、はい、でもね、それはね、考えたらね、全てに言えることだと思うんです。例えば宇宙旅行だって、昔だったらそのロケットを打ち上げるのに何百億とか、ひょっとしたらもっと何千億とかかったかもしれないけど、今やまあ、まだ高いけど2000万か、なんか1億円払ったら民間人が行けるなったでしょ、ね、飛行機だってそうじゃないですか。最初ライト兄弟が飛んだ時なんて、そんな今みたいにね、今まあコロナであれですけど、世界中みんなが庶民でも飛行機で行けること、だからやっぱりそういうもので、最初は高くついても、それが一般化だんだんされていけば、だんだん行き渡るという、まあ、こういう側面は必ずありますよね。もちろんそれ以外にもいろんな複合要因がある、はい、あるんで、はい、ですけど、うん、なるほどですね。 いろんな、ね、複合的な問題を解決していかなきゃ、ね、いけないなとは思いますけれども、そうです、ね、やっぱり理想は黒田さんがね、今医療にお金がかかるし、自分が例えばそういう予防をするのにこういう、まあ、検診も言ってましたけど、はい、検診一つ行くにしてもオプションが増えるとお金かかるしみたいな、はい、だから理想は そこの前の段階でね、だからさっきから同じこと言ってますけど、日々役に立つようなノウハウにまでトランスレーションできると最高ですよね。我々の業界ではそういうのゼロ時予防とかって言ったりしますけど、私最近読んだね、見かけた論文でちょっと驚いたのが、ニューイングランドジャーナルかなんかに2本ポンポンと出たんですけど、ね、一つは塩ナトリウムと、はい、カリウムですね、あれの摂取量の比で、その心血管病のリスクがすげえ変わるっていう、すごい強烈な、まあ、疫学的研究なんですよね。要するに、カリウムたくさん、カリウムをむしろナトリウムでたくさん取ってる人はリスクが低いんですよ。でそれと相前後して、中国でかなり大規模な社会、まさに社会実験なんですけど、普段使ってる食卓の塩、まああれ普通の塩化ナトリウムですよね、あれを4分の1かな、塩化カリウム混ぜて 75% 塩化ナトリウム、25% 塩化カリウムにして、何万人かのそのコミュニティでやると、はい、それだけで本当に塩化カリウム4分の1入れるだけで、カリオバスキュラーのリスクが減るっていう、これ介入研究なんですけどね、社会実験、はい、そういう論文が出てて、私もちろんそういうのの専門家じゃなくて、むしろ腎臓の阿部先生はそれに近いのかもしれないですけども、だから そういうようなことに代表されるようなね、本当に日々、本当にだから中国、もしかしたら数年後には中国で売ってる塩は全部塩化カリウム入りになるかもしれないですよね。国そういうことやる能力あるような気がするんでる。だからそれで本当にカーディオバスキュラーの心血管病のリスクが本当に減っちゃうんだったら大変なことじゃないですか。だからまあそういうのが、なんていうか、
一つでもね、この中から実現できるとかっこいいなと思いますね、はい、うーん、なるほどですね、まあ、手前味噌ですけど、はい、睡眠というのはそういうのが実現しやすい分野だなということは思ってます、その社会実装という意味ではですね。そうですね、はい、でもなんかこう睡眠で言うと、その豊かな国なのに日本が一番なんか睡眠の時間が短くて、それによって14億円損失しているって柳沢先生おっしゃってたと思うんですけど、でも日本ってその寝ないで頑張れみたいな美学があるっていうか、今でもなんか先生方本当にちゃんと寝られてるかなって心配するくらいなんかこうご多忙なんじゃないかなと思うんですけど、なんかそういう意識改革ってものすごく全てにおいて大事だと思うんですよね。だからそのそれを変え、意識を変えるには柳沢先生どうすればいいんでしょうか。いや本当にそれすごく問題で、逆の言い方するとね、その、まあ、寝ないで働くっていうなんか美学があるみたいな、寝る間も惜しんで働く、でもそれも嘘なんですよ。面白いデータを見つけてね、国民一人当たりの GDP を横軸にとって、縦軸にその国民の平均睡眠時間を取ると、もう完全に右肩上がりに相関してるんですよ。つまり経済的に豊かな国ほど実はよく寝てるんですよね。そういうデータあります、はい、で日本人って昼間ちょっと眠いのは仕方ないって思ってる人がほとんどじゃないですか。少なくとも働き世代は、はい、それ一生懸命働いてんだから、ちょっと昼間ね寝不足で眠いよねって、でまあ、実際、ね、居眠りしてもして人も多いんですけど、ヨーロッパ人だから見るとあれ完全に病気に見えるみたいですよ。昼間ちょっとこううつらうつらしてるような学生見ると、本当にうちの研究所にいる日本に来たばかりのヨーロッパ人が、体調悪いんだったら家帰って寝た方がいいよ言うぐらいで、日本人やっぱりその辺の意識がかなり他の国からかけ離れてる部分があるんですよね。確かにそれを何とかして直したいんですけど、どうしたらいいでしょう。いやでもじゃあこのシンポジウムね、見ていただいている方たくさんいらっしゃると思うんですけど、その方がこう映ってコクって なるのも普通海外だと大丈夫ってなるってことですか。基本的には人間は生物としては昼間はずっと起きているようにできているんで、十分に夜眠れてれば昼間はよっぽどつまらない話を聞いてればいいかもしれないけど。そのなんかね、ドキッとされてる方いらっしゃらないですか、大丈夫ですか、ね、いやそうなんですね、そんなに意識の差というかあるんですね。ほー、ありがとうございます、はい、まあいろいろな問題がありますね。じゃあもう時間もだんだん押してきたので、黒田さんどうでしょうか。まあ、今日のお話を聞いて、はい、まあ、黒田さん、まあ、ここどんな未来を、まあ、期待しておられますか。そうですね、どうなったらいいなと、これみんな実現したらどうなるんでしょうか ね、 ね、本当にそう思うんですよ。これが全部実現したら、中西先生がよくその人類の寿命120年が限界、そこが何でか知りたいということもおっしゃってると思うんですけど、その120年も超えちゃうんじゃないかっていうくらいな気がしちゃうんですよ。でもなんか全然夢物語だと私は全く思ってない。120歳は超えないですよ。あ、そうなんですか。やっぱり生物学で寿命というのは、まあ、人間は120歳ぐらいと言われてるし、まあ、例えばネズミだったら 2年とか3年だし、犬だってなんぼ手厚くペットとして飼っても20年以上生きないですよね。うん、まあ、生物学的寿命って決まってるんですよ。ただその生物学的寿命を、まあ、いわゆるできるだけ平均寿命がいかに生物学的寿命に近づくか、しかも健康寿命もそれに近づいてなるかというのが今このプロジェクトの話題であって、目的であって、その生物学的寿命をね突破するという手はあるんですよ。例えばここでもちょっと話が出ましたけれど、例えばクリタプロジェクトのリプログラミングとか、中西プロ PM が最後にちょっと言った体全体のリプログラミング、あれをもっと推し進めば若返りだからリセットされて120突破して、ずっと行く可能性が、でもそれはそんなことしていいのかどうかいうのはまた倫理的な問題が出ますけどね。だからここでの、100歳までっていうのは120突破するということは目標にしてません。そっか、健康寿命ですね。そこで歯止めがあるということです。なるほどです。それ歯止めをなくすとね、はい、危険なんですよ。パンドラの蓋を開けてしまうから、
いやちょっと想像してください、はい、もし人類が永久にみんなが生きるとする、倉田さんも永久に生きる、1億年2億年生きる、どうなりますかね。ねえ、いや気持ち悪いですよねいやだからだからね、ここでは、うん、やっぱり歯止めはかかってるんです、120歳という、はい、ここで何も頑張っても100歳以上生きれない。まあ、はい、黒田さんがね頑張って何か変なことしたら分かりませんけど、変なこと、はい分かりました。じゃあ そうですね、100歳まで健康 に生きるという未来、はい、天寿を全うするか、 そのためには睡眠も大事だし、いろんな炎症を除去する、老化細胞を除去する、で、ね、黒田さんのはちょっと過激かもしれないけど、まあ、褥瘡とか老化した皮膚を、ね、治すとかね、まあ、手足を増やすというのは、まあ、それはそれなりにやっぱり、不便ですから、ですけど、そういう観点からね、で安倍 PM のプロジェクトもミトコンデラの観点からそういうふうにしつけるということであって、決して120歳突破しようと皆さん それは目標設定はしてないと思います違いましたね、はい、じゃあ皆さんがその100歳まで健康で生きられるとして何したいですかいや結構私も今ちょうど3分の1終わったとこなんですよ。なのであと、まあ、もちろんやりたいことはたくさんあるんですけど、なんか具体的に本当に何ができるのかなって。阿部先生どうですか家内に言われるんですけども、はい、実験楽しそうだねって言われて今もやってるんですけどもまあ、実験するってことはなんか楽しい、あるいはなんか知りたいっていうことをやってるので、もしできればお金が続けばですけども実験してたいなと私は思ってます。わあ、100歳まで実験すごいですね。はい、栗田先生いかがでしょうか。私もやっぱりそうですね、私自身はこれプログラムマネージャーっていう、プロジェクトマネージャーという名前で並べていただいてますけど、むしろ完全に自分が手として動いている世代ですし、それでこそできることがあると思っているので、それが続けられるんだったらそれは素晴らしいと思いますね。100歳までやっぱり自分が本当に末端でも動いているという研究者としては、完全に時間が経つにつれて成長があるので、それを積み重ねていけるんだったら本当にびっくりするところぐらいまでいけるんじゃないかと思います。でも多分もう数年するとうーってなってくるんだと思ってるんですけど、はい、まあそれがもう今生物学的な限界なんだと思って今やってます。あ、はい、そうですか、ありがとうございます。中西先生いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。私は阿部先生、栗田先生とほぼ同じで、まあ、基本研究が好きなんですね。で今、まあ、いろいろ苦労があってストレスもすごく感じてるんですけど、まあ、ある意味すごく幸せで、まあ、こんなこと言ったらすごく生意気に聞こえるかもしれませんけれども、こんなような形で研究を続けていけたら本当に細々でもいいので、多分幸せかなというふうに思います。いや、皆さんやっぱりすごい研究者ですね、根っからの。はい、よろしく、ありがとうございます。じゃあ村上先生お願いします。はい、私も研究を、今の研究はそうですね、なんか進んでる実感も実はあるので、続けられたら嬉しいです。100歳まで研究すごい、最後のやられささ、はい、ハードルが上がりまくったところでお願いします。いや、私も特にこの頭がね健康でいられるっていうのは絶対必須の条件なんですけど、頭が健康でさえあれば今やってることは私は非常に楽しいので、皆さんと一緒になっちゃうんですけど、今やってるような研究とか、はい、その研究してる仲間たちですよね、コミュニティの方々との、はい、なんていうかやり取りっていうのを頭が元気である限りは続けたいですね。で、ある日こう健やかに眠ってそのまま一生起きないとそういう人生をくれたら理想的ですね、みんな研究ですね。どうですか黒田さん、どう思われます。いや、もう皆さん、例えば私だと海外旅行を制覇したいとか、なんかそんな感じが聞こえるのかなと思ったら、皆さん研究でびっくりしましたけど、平野先生はちなみにいかがですか。私ですか。私はもう今も後期高齢者で75歳だから、100歳まで生きたとしてもあと25年ですよね。
でも25年やったら全く違うことできますね。できますね、まあ、研究も私も先ほど言いましたようにここから見てるとね、自分やったらああするのにといっぱい思うことあるんだけどなかなか皆さんそうはしない、みんな個性があるから、だからストレスかかる、だから研究したいと思うけど、でも研究だけが人生じゃないということも事実です。そうですよね、はい、だから研究はものすごく素晴らしいワールドですよ。でも他にもいっぱいある。でこの人たちはそれ世界知らんんですよ。黒田さんどうですか。黒田さんはどうします。いや私は、まあ、宇宙にも行ってみたいですし、行ってみたいところはたくさんあります。体験してみたいこと、自分の目で知りたいこと、誰か100歳まで、ね、生きれるんだったら何回でも受験できますよね。本当ですね。本当ですよ、はい、いやということで、はい、まあ、時間が来ました。でこのプロジェクトは、まあ、100歳でもね、健康に生き続けられる、まあ、医療の実現に向けてということで、まあ、皆さん、それぞれの立場からいろいろやってるんだけど、本当にここに今あるプロジェクトが全部それなりにうまくいけばかなりいい線いくと思います、はい、本当に夢持たれてるんじゃなくて、2040年と言わなくてもそれまでにひょっとしたら月に到着するかもしれない。その時にね、おそらくね、社会ものすごく変わると思うんですよ。今は人生100年とかなんとか言ってるけど、やっぱし健康寿命は70歳そこそこですね。そうするとまあ会社定年が60から65と言っても、その頃になって会社辞めた時にもうあと読むわけですよ。あと俺は何年しか生きれない、ね、あと20年、平均寿命で言ったら20年かもしれない、しかし健康寿命で言ったらあと10年だと。そうするとまあ誰もゼロから何かやりませんよね。ところがですよ、100歳まで健康寿命があるということが、まあ、平均的に分かれば、じゃあ50歳の時に会社辞めて、あるいは今やってることを辞めて全く違うことを一からやることもできる、そういう社会が訪れる。でもっとね、もっと経済的にはね、多分みんながね元気でそうなると、まあ定年という概念がまずなくなる、それから年金という概念もなくなる、あれ老人ホームとか介護費用も激減しますよね。もちろんゼロにはならないけどね。そうすると社会がね完全に変わるんですよ。だからこれは単なる100歳まで健康に生きるというプロジェクトじゃなくて、結果としては社会変革につながるというすごいプロジェクトで、その中で人生も変わっていくわけですよね、はい、人生に2回人生するような、今まあそういう人も今いますけど、なかなか普通はできない、でも一般の人ができるようになるということになると思うんで、ぜひですね、5人の PM の方は、まあ、初心を忘れずに、私いつも言ってますように夢は叶えるためにあると、夢というのは、まあ、なかなか実現難しいから夢というんだけど、でもね、夢は夢と思って諦めてしまえば夢は永久に夢なんですよ。で夢に向かって目の前のことを一つ一つ着実にやって、夢に向かって やっていくことが大事でね、もうチャランプラにいろんなことを手を広げてやったらダメですよ。自分が設定した夢に向かって少しでも近づくようにそこに集中していく。いろんなことをいっぱいやったらいっぱい論文出るけど何もならない結果で、そこに集中していけば難しいんだけど、ハードルを超えていけば夢は叶えられる。で夢は叶えられなくても私はいいと思っててね、そこに夢が叶えたら素晴らしいんだけど、夢に叶えそこへ行くプロセスが大事だ。そういうことを一生懸命やってると人生は豊かになるし、研究者人生も豊かになるということで、ぜひ夢を叶えるためにあると思って、で必ず夢を叶えてほしいと、PD としてはですね、私も PD として責任があるんで、PD がクビにならないように、私がクビになるかどうかは皆さんの働きにかかってますのでということで、どうも、はい、小田さんありがとうございます。最後に何か一言、知った激励の言葉。いやでもなんかこうね、このね5人のプロジェクトマネージャーがなんかもしかしたら内心バチバチなのかなとか思いつつ、でもなんかきっと一つね、もしこうブレイクスルーしたらまた他の研究も
またそれに引っ張られてこう活気が出ていくようなそういうあの関係性だと思いますので、あのまずお体を大事にして、はい、それからあの皆さんの大好きな研究をですね、あの頑張って、あの日本がどんな風になるのか本当に楽しみです、はい、ということでありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。黒田さんどうも本当にありがとうございました。また PM の方々もどうも本日はご苦労様でした。また引き続き頑張ってください。また皆さん、あの今日はですね最後まで聞いていただいて本当にどうもありがとうございました、まあ、ということで、私たちはまあ100歳でも健康に生きる医療の実現を目指してですね、まあ、社会変革を目指して頑張っていきますので引き続き、応援していただければと思います。どうも本日はありがとうございました。ありがとうございました。